はい、コナンです。今日はスマートフォンの新しいゲーム、妖怪ウォッチプニプニをプレイしたいと思います。こちらは2015年の夏、正式リリースとなっています。今回プレイするのはね、ベータテストバージョンになります。それでは、やっていきたいと思います。ウィスパー、あなた様のことを教えてください。男の子。で、名前を入力。ここはコナンと入れておきます。こういう名前入れれるっていうのはいいよね。なんか愛着湧くしね。はい、OK です。コナン君気に入りましたよ。とても素敵なお名前なので。コナン君にいいものをあげましょう。妖怪ウォッチを手に入れた。妖怪ウォッチを使うと妖怪を見ることができるのです。早速、あたりを妖怪ウォッチで見てみましょう。コナン君は妖怪ウォッチを使ってみた。住宅地の方へ逃げていったので追いかけましょう。おお、この辺はなんかアニメと設定が同じだね。あそこにさっき逃げていった赤い猫の妖怪プニがいます。あ、そうそう、妖怪プニというんです。赤い猫の妖怪プニのところまで行ってみましょう。うむ、この辺りから妖気を感じますよ。妖怪ウォッチを使って調べてみるのです。もうこの辺はアニメの設定と同じだね。なんか面白いね、スマートフォン版。やっぱりいましたよ。寝ているところを起こされて怒っているようですね。なるほど。コナン君戦いましょう。お、バトル開始です。プレイ。もうどうやってバトルするんだろう。スマホ版はなんか 3DS とかとはやっぱり違うんだよね。もう同じ妖怪を揃える。スタート。ウィスパー、コナン君。お、パズルの説明してくれるね。この辺親切だよね。なんか説明書とか読まなくていいっていうのはいいよね。上にいる妖怪。ああ、なるほど。ここがパワーか。敵を攻撃するには妖怪プニをタップして消すのです。早速妖怪プニを消してみましょう。なるほど、これをタップすれば消えると。いいですね。次は妖怪プニをでかくしてみましょう。つなげるとでかくなるのか。なんか、どっかで見たようなゲームに似てるぞ。なんかディズニーツムツムとかそれっぽいな。なるほど。そうするとでかくなる。ちょっとこの辺は違う感じがするね。今度はでかい妖怪プニを消してみましょう。これをタップして消すと。こうすると敵にダメージが与えられる。あ、なんかこの辺はちょっと新鮮味があるかな。でもなんか画面の感じとかディズニーツムツムに似てますね。だからツムツムやったことある人は結構違和感なくプレイできるんじゃないかな。なるほど。なんかいろいろ条件があるんだ。なるほどね。なんかこの辺の妖怪ウォッチのキャラクターはいいよね。ではどんどん進んでいきたいと思います。次のステージ、ダルダルマプレイ。なるほどね。まず妖怪をつなげて大きくして消せば結構ダメージがたくさん与えられるんじゃないでしょうか。もうまたなんか説明があるぞ。敵の横に数字があります。なるほど。あ、敵が攻撃する前のカウントか。これもなんかどっかで見たことある設定だね。カウントが0になると敵が攻撃をしてくると。試しにやってみましょう。これをタップして0になった。あ、攻撃してきた。パワーが減ったぞ。コナン君たちのヒットポイントが減った。なるほど。なんかよくある設定だね、これ。ぷよぷよとかと同じような感じなのかな。で、攻撃していく。なんかこのつむつむっぽい感じと、ぷよぷよっぽい感じと、なるほどね、なんか、なるほど。この辺はなんか、やり慣れた感がありますね。キャラクターはでも新鮮でいいね。でもこれ結構面白いよ。結構こういうのって癖になるんじゃないかな。ディズニーつむつむとかもね、結構やりだすとね、癖になるもんね。おお、クリア。この辺はまだ簡単なステージだからね。まあ操作を覚えるという意味で。じゃあ3ステージ目。まあどんどんいきます。お、ドンヨリーヌ。来たか。なんか結構有名な妖怪がやっぱり最初の辺は出てくるね。スタート。
敵のサボり、とりあえず説明を聞きましょう。サボりってなんだろうこれ。敵の行動は攻撃以外にサボりがある。カウントゼロにしてサボりをしてみてみましょう。じゃあここはさっきの説明通りつなげて大きくしておいて、これをタップ、そして攻撃。そうすると敵がサボる。ああサボったね。サボりの残り、ああなるほど。このサボっている時に攻撃するとダメージがたくさん与えられるっていう。ああなるほどね。ああでサボっている敵の方をタップして選択して攻撃。ああなるほどね。この辺のなんか攻撃を設定できるっていうのはなんかパズドラっぽくもあるし、なんかぷよぷよっぽくもあるしっていう気はしますね。サボっているところで消すと。なるほど。結構でもこのつなげて大きくするっていうのは結構なかなか面白いね。そこがやっぱりこのゲームの肝かな。なんか結構そこが難しい感じするね。どんどんつなげて大きくしながらタップ。基本はこれですね。そしてタップ攻撃。お、こいつ結構強いな。そしてつなげてでっかくしてタップ。おー面白いね。この妖怪を倒していく感じ結構すが爽快感あるね。おークリアしました。これちょっと楽しいな。結構ハマるな。しばらくちょっと夢中になりますねこれ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。